気象庁は午前1時17分、長崎県北部に線状降水帯発生情報を発表しました気象,気象庁などによりますと長崎県北部では同じ場所に非常に激しい雨が降り続いています線状降水帯発生情報は線状降水帯とみられる現象が発生したことを知らせる情報でこの情報が発表された地域では 土砂災災害害や浸水、水河川のの洪ななど災害の発生にに結びつくような非常に激しいいい雨が降り続いています5段階の大雨警戒レベルのうち避難が必要とされる警戒レベル4以上に相当する状況で発表される情報で地元の市町村がすでに避難指示を発表しているかまもなく発表するような災害発生の危険度が急激に高まっている状況です。 特に崖や川の近くなど危険な場所にいる方は地元市町村が避難情報を発表していないか確認し状況に応じて直ちに立ち退き避難や屋内安全確保など適切な避難行動をとってくださいまた市町村が定めた避難場所などへ避難することがかえって危険な場合は崖や沢から少しでも離れた頑丈な建物や 少しししでも浸水にににくくいいい高い場所に移動するなど直ちに身の安全を確保してください気象庁は線状降水帯の発生を知らせる情報の正式名称を顕著な大雨に関する情報としていますが TBS ではこの情報の意味が明確に伝わるようあえて線状降水帯発生情報と言い換えてお伝えしています。